どうも、哲学徒です。今回は、そうですね、ソウルシャードの強さについて、まあ、正直なところね、いろいろお話ししていこうかなと思います。まあ、正直ね、最初、ソウルシャードいじり始めたときは、まあ、シリアルに比べると正直ね、まあ、火力的なところは少し落ちてるかなっていう印象だったんですけど、まあそれもね、パラゴンが伸びてくるとまた印象変わってくるんで、まあ2400まで、2500まで上げてみた感じとしては、結構ね、火力は、出やすくなってきてる印象かなと思います。まあ、ぶっちゃけね、じゃあ、シリアルとどっちが強いのかっていうと、やっぱり、まあ、シリアルの方が単体としては結構、火力が出てた部分もあるんで、まあ、実際のとこどうかなっていうとか、もうちょっと育ててみないとわかんないところではあるんですけど、まあ、シリアルの方がね、まあ、なんていうかな、150を、まあ、安定して周回する、域まで行く速さっていう意味ではちょっと早かったかなと思いますし、まあ、全体的な周りのレベル上げの状況なんかも見ても、まあ、かなりね、前のシーズン、もうパラゴンレベル帯とかもねかなり高い状態になってたんで、それを考えるとまあちょっとゆっくりめかなとは思いますね。やっぱり、PL3000、4000近くまで上げてる人の数っていうのがまあまだまだね少ない状態なので、まあそれを考えるとね、ちょっと、シーズンのまあレベルで見た感じのね進行度っていうのはまだまだゆっくりしてるかなっていうところがありますね。ただまあなんていうかな、それ火の鳥ウィザードを中心に見てる時の場合だけなんで、全体的にね他のビルドの、到達階層がかなり上がってきてるので、まあそういう意味で見るとね火力として上がってるっていう見方もできるかなと思います。まあビルドによって本当にそこはあるんで、課長のソロだけで考えると、まあ、シリアルとトントンか、ちょっと悪いかなぐらいの印象はあるんですけども、まあ、とは言ってもね、なんていうのかな。まあ、前シーズンって、まあ、結局、ビルドがそもそもこの、ノーマルのツイスター型じゃなくて、ミラーイメージ型でね、ゴリゴリと削ることができたんで、その分ね、タイムが稼げてたっていうところもあるんですよね。なので、今期まあ、ミラーイメージなしで、まあ、シーズン23で、初めて課長が強化された時と同じね、ツイスター型でやるっていう条件で考えると、まあ、若干ね、こう、ゆっくりと、リフトを回してる印象があるんですけども、まあ、火力だけ見ると、まあ、ツイスター型の火力が上がってるっていう見方ももちろんできるんで、結構ね、いい条件にはなってるのかなと思います。それもまあ、シーズン終盤までやってみないとね、わからないところではあるんですけど、まあ、ちょっとで、ね、ソロに関しては、まあ、トントンぐらいかなっていうのが、まあ、正直な印象なんですけど、今季特にですね、まあ、火力がやばいなって感じてるのは、4人パーティーとかで回してる時なんですよね。特にまあ、罪悪の汚れとかで、この、オーブの数をね、プラス1個できるとか、あとね、苦痛の面影のやつで、パーティーのメンバーのね、攻撃速度が最大で 50% 上がるっていうのがあったりとかするんで、まあ、4人パーティーで GR を回した時の、加速が、凄まじくて、なんていうかな、ソロでやってる時の体感はもしかするとね、結構まちまちだとは思うんですけど、パーティープレイは圧倒的に効率よくなってるなっていうのが、正直な印象ですね。まあ、パーティーで回すとやっぱりそのシャード同士の相乗効果でかなり火力が上がるので、まあ、なんていうのかな、効率よくレベル上げをするんだったら、まあ、パーティープレイが、まあ、特に際立ってるシーズンかなっていう印象がありますね。サポート系のシャードがかなり優秀なものが多いんで、単体として見るとね、火力はそんなに変わらないように見えても、パーティープレイでの火力の伸びが、まあ、未だかつてないほどのものになってるので、まあ、パーティー、特に4人パーティーが組めるっていう方はね、
かなり、火力の伸びっていうのを実感しやすいシーズンになってるんじゃないかなと思います。まあ、ソロももちろんね、まあ、レベル伸びてきたりとか、あと装備が揃ってくればね、まあ、またちょっと印象変わってくるかなとは思うんですけど、まあ、私もね、前シーズン結構、レベル3800、もう4000か。レベル4000まで育てる過程の中で、まあ、結構ね、最後、まあ、装備が揃った状態だったんで、まあ、そこから比べるとかなりね、まだまだちょっと足りない部分は多いんですけども、まあ、装備もそこそこ揃った状態で、なおかつ、まあ、かけられるところは、カルデさん150かけたような状態で比べてみると、もしかすると、ソウルシャードの方が火力が出るってこともあるかなとは思うんで、まあ、少なくとも、ソウルシャードが明らかに、なんていうのかな、前回の ECDR よりも劣ってるっていうのはちょっと判断が早いんじゃないかなっていう気はしてますね。なので、まあ、せっかくのシーズン限定ものですので、ぜひね、気になってる方は、ちょっと始めてみてほしいなと思います。まあ、特に、パーティープレイに関してはね、Z 色、サポートビルドの、サポートババとか、サポートデモハンのね、ビルド解説の動画も、何本かね、用意してますので、ぜひそちらの方もね、参考にしていただければなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。